はい。それでは MSCAPEX 2020および2020FP1 新機能紹介を始めさせていただきます。私、MSC ソフトウェアの原と申します。本日はよろしくお願いいたします。こちらが本日のアジェンダとなっておりまして、まずはじめにですね、簡単に MSCAPEX のご紹介をいたします。その後に MSCAPEX 2020および2020FP1 の新機能としまして、プリ処理、ポスト処理、あと弊社、汎用構造解析ソフトウェアである MSC ナストランとの連携についての機能強化をご紹介いたします。その後に、弊社が最近リリースいたしました、革新的な最適化ソリューション、MSCAPEX ジェネレーティブデザインについて、製品概要及び新機能を簡単にご紹介をいたしまして、最後まとめという流れで進めたいと思います。それではまず MSCAPEX について簡単にご紹介をいたします。こちらの MSCAPEX は MSC の新しい設計開発プラットフォームとなっておりまして、スマートな統合シミュレーション環境をご準備しております。弊社 APEX 以外に MSC ナストランをはじめ、信頼実績のある弊社のソルバーと連携をすることができるようになっておりまして、こちら左下の図のような形で、CAD のようなですね、感覚で、ご利用いただける製品となっておりますので、非常にですね、楽しく覚えやすく使いやすい製品となっております。またヘキサメッシュを簡単に切ることができるようになっておりまして、こちらのムービーのようにヘキサメッシュが切れるようになったところをですね、色分けで表示をしてくれるという機能がございます。またですね、MSCAPEX の中にソルバーを統合しておりますので、こちらの図ですね、こちらの図のように APEX の中で解析の準備を行って、実際にですね、解析を行っていただくということができるようになっております。またですね、既存の FEM データから形状を作成することができるようになっておりまして、この右上のムービーがメッシュから形状を作成しているところになりますけれども、こういったですね、FEM 結果から、今形状を作成しておりますけれども、形状を作成をして、形状を編集していくということができるようになっております。したがってですね、こちらの MSCAPEX は非常に使いやすくて、ダイレクトモデリングと統合ソルバーによってですね、生産性を向上することができる製品となっております。またですね、最近ですね、この MSCAPEX と同様の操作で最適化を行う MSCAPEX ジェネレーティブデザインというものもリリースをしておりますので、こちらについてもですね、後ほどご紹介させていただければと思います。はい。で、こちらが MSCAPEX のリリース履歴、になっているんですけれども、覚えやすく使いやすい、覚えやすくて使いやすくて、覚えやすく使いやすい。かつですね、モデル準備時間を短縮し、迅速なモデルの更新ができるように開発をしていたりですね、また容易な設計検討、また統合ソルバーの強化、また MSC ナストランとの連携強化などをですね、リリースごとに、このような機能強化をしておりまして、最新バージョンとしてですね、MSCAPEX 2020FP1 をリリースしております。本日のウェビナーでは、こちらの MSCAPEX 2020FP1 および MSCAPEX 2020の新機能紹介をさせていただきたいと思います。では、まず、こちらの新機能の中のプリ処理についてご紹介をさせていただきます。で、まずプリ処理の一番初めの機能紹介としまして、メッシャーの機能強化についてご紹介をいたします。まずこのメッシャーの中のサーフェスメッシャーの改良としまして、段階的サーフェスメッシングが MSCAPEX 2020から可能となっております。この機能は今動画にありますような穴形状ですね。穴形状の周りにメッシュを作成する際にですね、この穴の周りのメッシュをきれいに作成するということができるようになっております。
またですね、この穴の周りのメッシュの層なども設定をすることができますので、こちらの機能をご利用いただくことで、穴周りのメッシュパターンを詳細に設定して、きれいなメッシュをですね、作成することができるようになっております。さらにサーフェスメッシャーにつきましては、メッシュフロー最適化が追加されております。こちらの機能によりですね、フィーチャー線のない局面のシェルメッシュの品質を改善することが可能です。こちら下に図を出しておりますけれども、左側がメッシュフロー最適化をオンにした時のメッシュ品質、右がメッシュフロー最適化をオフにした時のメッシュ品質を図で表しております。で、右のカラーバーが要素品質の表示になりますけれども、緑色が良好、赤色が無効の要素になっておりますけれども、メッシュフロー最適化をオフにした場合は不良の要素がところどころありますけれども、メッシュフロー最適化をオンにすることで、ほとんどの要素が緑色になって、非常にですね、きれいなメッシュが作成しているということが分かります。このような形でですね、フィーチャー線のない局面のシェルメッシュの品質をこちらのメッシュフロー最適化で改善するということが可能です。次にテトラメッシャーの機能改善としまして、内部拡大係数が追加をされております。こちらの機能によりまして、表面から内部に向かっての遷移をですね、制御することが可能となっております。こちらの図が内部拡大係数を 10%、50%、100% としてテトラメッシュを作成した時のメッシュのパターンを表示をしております。で、こちらの図を見ていただく、こちらの図からですね、この内部に向かってメッシュを遷移させる、この遷移の刺す方を制御するということができておりますので、メッシュ数をですね、軽減して効率的にですね、解析を行うことが可能となっております。またこのテトラメッシャーの機能強化としまして、中間接点を形状に投影という機能が追加をされております。で、これまでのバージョンでは、中間接点を持つ要素でメッシュを作成した際に、こちらの左の図のような、形で、部分的にですね、こういった形で形状の、歪んだメッシュが作成されるということがございましたけれども、2020FP1 から追加をされました中間接点を形状に投影、こちらをですね、オフにしていただきますと、右の図のような形で局面のメッシュの歪みというものを抑えることができます。で、こういったですね、歪んだメッシュというのは解析精度に影響していきますので、こちらの機能を使用することで、精度よくですね、解析を行うということが可能となっております。また、ジョイントの改善もされておりまして、こちらの図のようにですね、ジョイントを使用して異なるパーツを結合する際に、このジョイントの軸をですね、こちらで XYZ という形で、そのジョイントの軸を設定するということが可能となっております。はい、では次にメッシュから形状ツールの機能強化についてご紹介をいたします。で、冒頭でもご紹介したんですけれども、MSC APEX では、メッシュから形状を作成することができるようになっております。で、こちらのですね、メッシュから形状ツールを MSC APEX 2020で改良をしておりまして、メッシュから形状ツールを使用して作成したファセット形状のメッシュをもとに、再度ですね、ファセット形状を作成するということが可能になっております。こちらの機能を使って作成したファセット形状は、分割であったりですとか、マージなどを行って形状を修正するということができます。で、さらにですね、作成をしたファセット形状から、ナーブス形状
こちらを作成することが可能となっておりまして、作成したナーブス形状については分割、マージの他に頂点位置ドラッグであったりですとかプッシュプルといった全てのですね MSC APEX の形状修正ツールを使用することが可能となっております。さらにですね、こちらのメッシュから形状ツールは 2020FP1 でさらに改良されておりまして、メッシュからファセットボディを作成しますと、メッシュがですね、新しい形状に関連付けをされまして、すべての荷重、境界条件、属性の領域はですね、可能な限り、FEM エンティティから形状にですね、関連付けされて変換される形になっております。またさらにですね、MSC APEX 2020FP1 では、コネクタをサポートいたしまして、こちらの左下、こちらの図ですね。こちらの図のように、遠隔指定を利用したコネクタが定義されているモデルから形状を作成する際に、コネクタの結合範囲がこういった形で領域分けをされまして、形状を作成した後にリメッシュを行った後についても、元々のモデルでコネクタが定義されていた領域についてはリメッシュ後も保持したままメッシュが作成されるといった機能強化がされております。またさらにですね、ファセットボディからナーブス形状を作成することができるようになっております。 STL ファイルもしくは先ほどご紹介をしたメッシュから形状作成ツールで作成をした単一のフィーチャー線のないファセットボディからナーブス形状をですね、ワンクリックで作成することができるようになっております。こちらの機能で作成をしたナーブス形状については、頂点位置ドラッグや分割、プッシュプルなどですね、すべての MSC APEX の形状修正ツールを使用して形状を変更するということが可能になっております。では次にユーザーインターフェースの機能強化をご紹介いたします。これまでの MSC APEX ではパラソリッドや演出、その他様々なですね、形状データを読み込むことができておりましたけれども、MSC APEX 2020から STL ファイルのインポートをサポートしております。こちらの STL ファイル読み込む際に、ファセットボディもしくはメッシュとして読み込むという2つのですね、読み込む方法を選択することが可能となっております。次にですね、GUI のダークモードとライトモードの選択が可能となっております。こちらの設定はオプションのアプリケーション設定、インターフェースということ、というところで設定を行うことができるようになっておりまして、左側がダークモード、右側がライトモードとなっておりますけれども、ダークモードの表示の場合ですと、背景、暗い背景とアプリケーションの色に対してモデルを強調することで、モデルの可視性を向上して、あとは、色自体が落ち着いてますので、目の疲れを軽減して、長時間アプリケーションを表示して操作する際には有効な表示になっております。一方で、ライトモードはもう少しコントラストを高めてですね、読みやすさを向上させたいといった場合に、こちらのオプションアプリケーションを設定、インターフェースのところからライトモードとしていただきますと、こういった形でですね、もう少しコントラストを高めた GUI と、GUI に変更するということが可能となっております。また、距離の測定ツールとして、距離の測定ツールの強化としまして、距離を測定した際に、XYZ 各成分による距離を表示をすることができるようになっております。こういった形で距離をですね、測定しますと、X、Y、Z といった形で、それぞれの成分に対して距離を表示するということができるようになっております。
またですね、全体座標系および局所座標系における距離の表示ということも行うことができるようになっております。こちらの局所座標系、全体座標系につきましては、距離の測定のアドバンストプロパティというところで、座標系を設定していただければ、指定した座標系における距離の表示ということができるようになっております。また、回転中心を設定することができるようになっております。MSC APEX はマウスの中央ボタンを押すことによってモデルを回転することができますけれども、この際のですね、回転中心を選択したり、この回転中心を表示するということが可能となっております。では次に、ポスト処理の機能強化についてご紹介いたします。で、まずは、中央ファイルインポートの改良についてご紹介をいたします。こちらの H5 ファイルなんですけれども、MSC ナストランなどからですね、出力をした結果ファイルを、H5 形式で出力した際に、その MSC ナストランから出力された結果ファイルを MSC APEX で読み込むという際に、モデルのみ、またはモデルと結果をインポートするということが可能となっております。こちらの機能強化によって、よりまして、H5 ファイルを読み込みますと、シナリオがですね、自動的に生成されまして、結果が単一のステップでですね、読み込むことができるようになっております。またさらにですね、断面が円形のシーバー要素。こちらについては断性リンクに変換をしてポスト処理が行えるという形になっております。また、線形性解析の結果のインポートとしまして、接着の結果ですね、こちらの読み込みが可能となりました。で、接着の結果としまして、接着垂直力、接着モーメント及び接着摩擦力、接着モーメントですね。こちらを APEX 上で結果処理をするということが可能になっております。で、さらにですね、固有値解析の結果のインポートとしまして、MSC ナストランの固有値解析の H5 結果、H5 ファイルから、質量マトリックスの情報を読み込むことが可能となっておりまして、こちらはですね、データグリッドからアクセスをすることで、MSC APEX 上で質量マトリックスの情報を確認するということができるようになっております。次に結果表示の改良についてご紹介いたします。結果表示の改良としまして、周波数応答解析のポスト処理の機能が改良されまして、大きさ、位相、実数、虚数での結果表示を選択するということが可能となっております。で、これらは変形図、フリンジ図、ベクトルチャートでこれらを選択することが可能となっております。また、遠隔視点による拘束及び荷重を定義した接点に対する反力と作用荷重を表示するということが可能となっております。この右下の図のような形で、遠隔視点による拘束位置の反力と、遠隔による荷重位置に作用させた作用荷重のベクトルを表示するということが可能となっております。また、MSC ナストランのオーロード、適用荷重と拘束反力は HDF5 ファイルがサポートをしておりますので、これらの応答についても MSC APEX 上でですね、結果処理を行うことが可能です。
またですね、フリンジプロットの平均化にスマートの平均化というものが追加をされております。こちらの機能はですね、図のような材料やセクションの境界の詳細の応力ですね、こちらを確認する際に有効な機能となっております。ただしですね、セクションと材料の境界を認識し、その境界での接点結果の平均化というのは行われません。またですね、積層材の層またはレイヤーごとに存在しない接点結果の平均化というのは行われない形になっております。次に弊社の汎用構造解析ソフトウェア MAC ナストランとの連携の機能強化をご紹介いたします。で、まず FEM インポートの改善としまして、メッシュの連続性を保持するように改善をされました。で、左側が MAC APEX 2020FP1 以前のバージョン、右が MAC APEX 2020FP1 で読み込んだ際の接点の情報を表示しておりますけれども、2020FP1 以前のバージョンですと、こちらの接点番号ですね。接点番号が、接点が2つになってしまっていますので、パーツの結合部の接点を共有していない状態になります。従いまして、このまま計算をしますと、パーツが結合されずに別々の動きをしてしまうという形になっておりましたけれども、MCAPEX2020FP1 からは、こういったパーツの結合部の接点を共有した状態ですね。同じ接点番号で、同じ接点で、共有した状態でモデルをインポートすることができますので、パーツをですね、結合した状態で解析を行うということが可能となっております。あと MAC APEX 2020でビームモデルのインポートも改良をしております。で、こちらの機能につきましては、異なる方向ベクトルを持つ複数のビーム要素であったりですとか、両端で可変するオフセットを持つビーム要素、これらをですね、単一のスパンとしてインポートするということが可能となっております。こちらの図は、MAC APEX 2020より前のバージョンで方向ベクトルの異なるビーム要素を読み込んだ際と、MAC APEX 2020以降のバージョンで読み込んだ際のモデルを表示をしておりますけれども、 MAC APEX 2020より前のバージョンで読み込んだ場合、方向ベクトルの異なるビーム要素が別々のスパンとしてですね、インポートされておりますので、管理するスパンの数が多くなってしまって大変になるということがございましたけれども、 MAC APEX 2020以降のバージョンであれば、方向ベクトルの異なるビーム要素でも単一のですね、スパンとしてインポートされますので、まとめて管理することができて非常に効率的になります。また MAC APEX 2020FP1 でビームスパンの定義がですね、改善されております。こちらのマルチエッジビームスパンはですね、複数のエッジに同じ形状を繰り返し指定する場合に少ない手順で作成することができるようになっております。こちらの図のような形で、形状は同じでも方向が異なるというモデルを右のような方向が一致した針要素を作りたいという場合に、新しい MAC APEX 2020FP1 ではこれらのですね、操作を非常に少ない手順でですね、行うことができるようになっております。で、こちらの機能につきましては、こちらに動画がございますので、こちらでご確認いただければと思います。で、この動画ではですね、今表示されているこのモデルに対してビームスパンを割り当てるということを考えます。で、断面形状を入力して、針を
割り当てますと、F と方向の異なる針が撮影されますけれども、これらをですね、APEX の中で自動的に方向を合わせてくれるという機能が入っております。で、さらにですね、作成したスパンは、一つのスパンとして管理することができますので、オフセットであったりですとか、断面形状をまとめてですね、管理をするということができるようになっております。で、次に Python API Script の機能強化についてなんですけれども、このですね、API が拡張されておりまして、今回のリリースで追加されました新機能についても、Python API の方でサポートをしているという形になっております。で、ここまでがですね、MAC APEX 2020および 2020FP1 の新機能紹介となります。で、ここからですね、革新的な最適化ソリューション、MAC APEX Generative Design をご紹介いたします。この MAC APEX Generative Design は、革新的な最適化ソリューションとなっておりまして、MAC APEX 同様に、ダイレクトモデリングによる覚えやすく使いやすい直感的な操作性となっております。こちらの MAC APEX Generative Design は、最適化に特化した機能を搭載している製品となっておりまして、最適化モデルの作成から最適化の実行、ポスト処理までですね、このジェネレーティブデザインの中で行うことが、できるようになっております。で、Python 言語を使ってですね、カスタマイズを行うということも可能です。こちらの MAC APEX Generative Design の大まかなフローをこちらに示しておりますけれども、まずはですね、最適化の初期形状となる形状データを読み込みます。その際にほとんどの CAD フォーマット STL を読み込むことができますので、読み込んだ形状を初期形状として使用することができます。またですね、最適化の過程でジェネレーティブデザインはその都度スムージングを行いますので、常にですね、滑らかな形状というのが得られるといった特徴がございます。また様々なオプションによって複数の設計候補を出力すると、与えた条件を満足する形状を複数出力するということが可能となっておりますので、見た目であったりですとか製造性などもですね、考慮した形状の選択ということができるようになっております。また求めた形状をワンクリックでですね、形状データ STL データとして出力することができるようになっております。またですね、得られた最適化結果からナーブス形状を作成することもできますので、求めた形状をさらにですね、形状変更すると、微調整を行うということもできるようになっております。で、それらですね、最適化を行って出力した形状データを弊社の製造性検討のためにのためのソフトウェア、シムファクターアディティブであったりですとか、材料シミュレーション、デジマットなどに持っていって、製造検討、製造検証を行ったりですとか、MSC APEX や MSC ナスランの方に持っていって、詳細な構造検討を行った。いった流れでですね、最適な形状を求めるということが可能なソフトウェアとなっております。こちらの MAC APEX Generative Design は、MAC APEX と同様に直感的な操作、CAD と同じような操作でですね、モデルの作成から計算実行、ポスト処理まで行うことができますので、CAD と CAE のギャップを埋めることが可能となっております。で、得られた形状は、これまでにないような形状が得られるという部分もございますので、新しいデザインのアイデアを得るのに最適な製品となっております。また弊社のデジマットやシムファクターアディティブと連携することで、積層造形用にですね、最適化を行うと
ということが可能となっておりますので、まあ、軽量でですね、新しいデザイン、というものをですね、自動プロセスや高速な計算を活用して行うことで、劇的にですね、コストを削減することが可能なソフトウェアとなっております。それではここからですね、こちらの MAC APEX Generative Design の最新リリースである MAC APEX Generative Design 2020FP1 の新機能をご紹介いたします。でまずですね、力モーメントの荷重の定義が改良されておりまして、力モーメントの荷重をですね、遠隔で指定するということができるようになっております。この機能はこちらの図のように、2つのボルトの穴に荷重を加える場合に便利な機能となっております。またですね、最適化結果の形状の改良としまして、以前のバージョンまでは最適化された結果というのは、こちらの図のように、遺跡領域のエッジが丸くなって、丸くなる形状が得られておりましたので、得られた形状を鋭角にするためにブーリアン演算を行うことが必要でしたけれども、MAC APEX Generative Design 2021FP1 からですね、この自動交差機能によって、自動的にですね、このブーリアン演算を実施をして、非正規領域に平坦な表面と鋭角な形状を持つ最適化結果を自動でですね、出力するという機能が入っております。また、シナリオの定義に複雑度という項目が追加をされました。で、この複雑度は、局所的な応力集中に影響を与える重要なパラメーターとなっておりまして、値としてはメモリーサイズを指定する形になります。で、この複雑度に対して大きなメモリーサイズですね、大きなメモリーサイズを指定した場合は、応力集中の可能性は高くなりますけれども、より軽いですね、形状が得られるという特徴がございます。一方で、小さなメモリーサイズを指定した場合は、それほど複雑ではない形状を作成しますので、応力集中の可能性が低くなりますけれども、より重い形状が得られるという特徴がございます。こちらの図が、この複雑度を変更して計算をした時の形状を示しておりますけれども、左側がメモリサイズを小さくした場合、右側がメモリサイズを大きくした場合の形状となっておりまして、この赤丸で示している部分に着目していただきますと、複雑度、メモリサイズを大きく指定した方がよりですね、複雑な形状が得られているということがわかるかと思います。またですね、シナリオの定義としまして、複数の荷重ケースに対する最適化を行った際に、荷重ケースごとにですね、応力目標を設定するということが可能になっております。こちらの機能強化によって、イベント1、ある荷重ケースに対しては、この応力目標。別の荷重ケースに対しては、また異なる応力目標を満足する一つの形状というものを求めることができるようになっております。さらにですね、非設計領域の維持という項目が追加をされておりまして、これまでの MAC APEX Generative Design では、不要な拘束がある場合に、その拘束を削除して、より最適な形状を求めるということを行っておりましたけれども、どうしても残したい、その拘束はどうしても残したいという場合に、こちらの機能をですね、ご利用いただくと、こちらの機能、この非正規領域の維持で指定された領域については、最適化の過程で設計変更しないという設定ができるようになっております。で、こちら設定の際は、拘束、荷重、非設計領域として、それぞれですね、維持する非設計領域を選択することで、このような設定を行うことができます。
従来のようにですね、不要な校則を最適化の過程で削除したい場合は、こちらのチェックをですね、外していただくことで、まあ、従来のような最適化を行うということが可能です。またその他の機能改善としまして、コマンドによる解析の実行が可能となっております。こちらはインプットデータを、入力データですね、シナリオを右クリックして、エクスポートからですね、インプットデータとなるジョブフォルダが出力することができますので、出力したジョブフォルダを以下のコマンド、こちらのコマンドで解析を実行していただくことで、ジェネレーティブデザインをですね、立ち上げることなく計算を実行するということが可能となっております。でさらに形状の編集の機能強化としまして、ファセットボディからナーブス形状のツールが追加をされておりますので、作成、計算した最適化形状からナーブス形状を作って、形状の修正が可能な状態のですね、形状データを作るということが可能となっております。それでは最後まとめとしまして、MSC APEX 2020-2020FP1 の機能強化の中の、形状作成、編集ツールやメッシャの機能強化によりまして、モデル修正がですね、より簡単になりまして、形状品質の良いメッシュをですね、作成することが可能となりましたので、精度の良いですね、解析を効率的に行っていただくことが可能です。またメッシュから形状ツールの機能強化によって、STL であったりですとか、既存のメッシュデータからですね、形状データを作成して、形状変更を行って、解析を実行するということが可能となっております。また、H5 のファイルインポートの改良や、結果表示の改良によって、結果ファイルのアクセス性が良くなり、さらにですね、結果表示の改良によって、より詳細な検討を行うことが可能となっております。また、MSC ナストラン入力データのインポートを改善したことで、MSC APEX と MSC ナストランをですね、連携しやすくなっております。また、MSC APEX ジェネレーティブデザインによってですね、簡単な操作でより良い設計案のアイデアを得ることが可能となっておりますので、最新バージョン、MSC APEX および MSC APEX Generative Design の最新バージョンをですね、日頃の業務にご活用いただければと思います。以上で発表を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。